ギデオン・グレンジャーギデオン・グレンジャーはアメリカ合衆国の政治家。1801年から1814年まで第7代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。1767年、グレンジャーはコネチカット植民地サフィールドにおいてギデオン・グレンジャーとトライ・フォーサケントの息子として誕生した。グレンジャーは1787年にイエール大学を卒業し、 1789年に弁護士として認可を受けた。1790年6月14日、グレンジャーはコネチカット州サフィールドにおいてマインドウェルピースと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。グレンジャーは1792年から1801年までコネチカット州会議員を務めた。グレンジャーは共和党の少数派の指導者として活動した。 グレンジャーは1795年の公立学校法の制定に重要な役割を果たした。グレンジャーはイギリスの貴族院規則に反対する意見を支持した。これは当時の連邦党の主要意見と合致するものであった。グレンジャーはハートフォードにおいて自身の政治意見をアメリカン・マーキュリーというペンネームで出版した。1798年、グレンジャーは 民主共和党に参加し、合衆国議会への進出を試みたが、失敗した。だが1801年、トーマス・ジェファーソン大統領はグレンジャーを郵政長官として指名し、グレンジャーはそれを重諾した。グレンジャーは続くジェームズ・マディソン政権でも郵政長官を継続し、1814年に辞任した。郵政長官退任後、グレンジャーはニューヨーク州で、 弁護士業を開業した。グレンジャーはエリー運河の建設計画に関心を示した。グレンジャーは1820年から1821年までニューヨーク州上院議員を務めた。1822年12月21日、グレンジャーはニューヨーク州カナンデーグアで死去した。グレンジャーの遺体はカナンデーグア市内のウッドローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。